どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、岸田総裁当選、自民党閣僚人事と二階俊博、小池百合子の動きという話です。お家としては、様々な思惑を持った動きが始まっているというところなんです。今回の動画は、こちらの再生リストと動画をご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。2021年9月29日、自民党総裁選で岸田文雄議員が第27代自民党総裁となりました。大方の予想通り1回目の投票、そして2回目の決選投票となったんです。1回目の投票では、岸田総裁、議員票146票、党員票110票、合計256票、河野太郎広報本部長、議員票86票、党員票169票、合計255票、高市早苗政調会長、議員票114票、党員票74票、合計188票、野田聖子少子化担当大臣、議員票34票、党員票29票、合計63票となり、岸田総裁、河野広報本部長が決選投票に進み、最終的に岸田総裁、議員票249票、党員票8票、合計257票、河野太郎広報本部長、議員票131票、党員票39票、合計170票という結果で岸田総裁が勝利しました。実はこの結果にはその2日前の9月27日に安倍元総理の衆院第一議員会館に岸田陣営の甘利明幹事長が訪ねて2人が会談をしたことがそのきっかけなんです。安倍元総理は甘利幹事長に岸田さんは河野さんにしっかり反論している。総裁選で随分たくましくなった。決選投票で私がどういう考えか高市陣営の人は分かっていると語ったんです。この甘利幹事長の報告を受けた麻生太郎副総裁はこれで決まったねとつぶやいたんです。つまりここで 3A の3人である安倍、麻生、甘利の3人の意思が揃い1、3位連合の勝利となったんです。どういうことかというと岸田陣営が決選投票に残ったら高市陣営は岸田陣営に投票し、高市陣営が決選投票に残ったら、岸田陣営が高市陣営に投票するという手はずになったんです。そのため、1回目の投票で調整が働き、岸田総裁は1位を獲得。その後の決選投票で勝利ということになりました。ただ今回の総裁選は、ネット中心に各候補が国会以上に政策議論ができたことが大きいし、これ以外にも去年の総裁選で岸田陣営は党員名簿を持っていたことで、早い段階の党員への電話攻勢で先行逃げ切りができたのもポイントなんです。ここで完全に割を食ったのが河野広報本部長です。河野本部長の作戦としてメディアの下駄博士で1回目の投票で党員票を多く取り圧勝することが勝ち筋だったんです。ところが9月27日の岸田高市陣営の取り決めでその勝利がなくなり今回の結果となりました。現在113万人の自民党員がいますが2014年のデータをチェックするとかなり高齢化が進んでいるし大きい傾向は今も変わらないはずです。実際1回目の党員票では河野本部長に入る票は一番多かったために既存メディアの力、願望がそこでも働いていたことが垣間見えます。ただ河野本部長の場合父の陽平氏が会長、弟の二郎氏が社長のファミリー企業日本端子が中国共産党のエリート党員陳円順氏が率いる企業BOE とつながりがあります。しかもその BOE はウイグル人の強制労働企業報告書に名前が載っているんです。河野本部長は我々国民の未来のための投資である財政出動をせず今の経済状況をさらに推し進める政策をするのでその原因を作った人材派遣会社パソナ会長の竹中平蔵氏が近づいていました。そのあたりに関しては9月26日の読売テレビのそこまで言って委員会 NP に竹中氏が出演した際に河野さんのブレーンを狙ってるんですかと突っ込まれたんです。それに対し竹中氏は全くそんなことは考えてない
私が世代交代が必要だっていうのは、政治家の世代交代も必要だけども、政策提言する人たちも実は世代交代しなきゃいけないんですよ。いつまでも私たちの世代がやってちゃダメで、リーダーとブレーンというのは一緒に育っていかなきゃいけないわけですから、私は本当にちゃんとした世代交代をしてほしいと思う。と必死な言い訳。これに共演者から竹中さんは次ブレーンを頼まれたら降りるの?と疑問の声が飛ぶと、竹中氏は降りるって私は今も別にブレーンじゃないから、私がもしブレーンだったら菅内閣もっと続いてますよね、とさらに必死になっていました。その竹中氏と関わりが深い橋本徹氏も9月29日の読売テレビの情報ライブミヤネ屋に出演。その際に自分の思い通りにならなかったせいか、総裁選についてこの2週間無駄でしたと苦笑したんです。その橋本氏は10月3日にフジテレビの日曜報道で、その前の週に高市政調会長に質問したのと同じように、甘利幹事長に対中国である日本の経済安全保障がテーマだったのに論点をずらして靖国神社参拝の話をしていました。橋本氏も竹中氏と同様に必死ですが、やはり都合が悪い何かがあるんでしょう。今回の総裁選で負けた河野陣営は正直言って冷や飯を食わされている状態で、小石川連合の石破議員は10月1日に記者会見を行いました。その際に自身の今後について、全国から未だに多くのご支持をいただいているものとして日本の舵取りをするということを、私はもう未来永劫やりませんと無責任なことは言えないと、また総裁選に出たい模様。ところがその石破派は9月30日に古川義久議員が退会。これにより石破派は15人となるので、次回の総裁選の推薦人の確保がより難しくなりました。ちなみにこの小石川連合は衆院選でも共闘する模様です。話を岸田総裁に戻すと、9月30日に岸田総裁は麻生副総裁と党役員閣僚人事について協議を行いました。その結果、党人事としては副総裁麻生太郎議員、麻生派幹事長甘利明議員、麻生派政調会長高市早苗議員、無派閥総務会長福田達夫議員、細田派選挙対策委員長遠藤和明議員、谷垣グループ組織運動本部長小渕優子議員、竹下派広報本部長河野太郎議員、麻生派、このようになりました。この人事にネットでは不満の声が出ていて、特に高市議員の2回目の政調会長はどうかという声もあったんです。ただ自分から見ればこの人事は興味深くて、来年の国会の目玉は中国とのデカップリング、分離をするための日本の経済安全保障、予算などの政策を作るのが一つ、それからウイグルなどの中国の人権問題に対抗するための国際的な法律であるマグニツキー法を成立させる必要があります。このマグニツキー法が成立すれば、日本政府が人権侵害者の資産凍結、日本への入国禁止措置を取れます。そのために自民党の政策を決める政務調査会の会長として取りまとめをして、自身でも法案が書けて電話帳10冊ほどの中身を全部読んでいるのが高市議員なんです。その上で政調会長は全国を回るという役割もあります。10月2日に高市政調会長は大阪府貝塚市の和田牧雄氏の補欠選挙の応援に駆けつけました。その時にたくさんの人が高市政調会長を見るために集まったんです。つまり政策作りと全国を回ることで、将来的に次回の総裁選に向けて党員票も確保できるし、次の総理総裁のネクストバッターズサークルに入ったということでもあります。他に気になる党人事としては、総務会長の福田議員と広報本部長の河野議員です。福田議員は
福田康夫元総理の息子さんで当選3回ですが、総務会は党の意思決定機関であるため重鎮議員が集まります。そこで年齢は54歳とはいえ、当選回数がわずか3回の福田議員が選ばれるのは異例なことなんです。福田議員はプラさんこと小泉進次郎議員と盟友ではあったんですが、今回の総裁選中に河野陣営から距離を置いたんです。そういう部分があるのか、岸田総裁はくせ者揃いの総務会で汗をかけという狙いでこの人事をしたのかもしれません。河野議員に関してはこれは明らかな左遷人事です。河野議員はツイッターが大好きだから党の選挙ポスターなどの戦略を考える役割にぴったりだと思います。これらの役員を統括するのが日本が中心になった自由貿易協定 TPP でアメリカとのハードな交渉を行い、経済安全保障に強い甘利幹事長ということになります。さらにこの人事には二階派の議員がいないため、岸田総裁がぶち上げた二階派を排除するということにもなっています。また岸田内閣の閣僚人事も固まったようで、財務大臣鈴木俊一議員、麻生派官房長官松野博一議員、細田派外務大臣茂木敏充議員、竹下派防衛大臣岸信夫議員、細田派厚労大臣後藤茂之議員無派閥、ワクチン担当大臣堀内詔子議員岸田派、経済産業大臣萩生田光一議員細田派、経済再生担当大臣山際大志郎議員麻生派、経済安全保障大臣小林鷹之議員二階派、総務大臣金子恭議員岸田派、法務大臣古川義久議員無派閥、文部科学大臣末松信介議員細田派、農林水産大臣金子原子郎議員岸田派、環境大臣山口剛議員二階派、復興大臣沖縄北方担当大臣西銘恒幸三郎議員竹下派、少子化地方創生担当大臣野田聖子議員無派閥、国土交通大臣斉藤鉄夫議員公明党、国家公安委員長二之湯聡議員竹下派、万博担当大臣若宮健二議員竹下派、デジタル担当大臣牧島かれん議員麻生派という顔ぶれになっています。かなり細田麻生派に配慮した人事だし、衆院選後に顔ぶれが変わることもありえますが、個人的に気になるのは経済安全保障担当の小林鷹之議員です。通常自民党議員が大臣になる場合は衆院では5回、参院では3回の当選回数が必要ですが、小林議員は衆議院議員当選3回で閣僚入りなので極めて異例なんです。ただずっと経済安全保障で汗をかいてきたし、二階派とは思えないほど保守的な政策を持っていて、高市政調会長が総裁選に出馬した際には推薦人の国会議員にもなっています。もともと小林議員は大蔵省の官僚外交官として働いていましたが、2012年に衆議院議員として初当選しているので、今後どういう働きをするか気になるところです。岸田内閣の目標としては、先ほど話した経済安全保障などについて中国人権担当の首相補佐官を置くことが一つ、また国内経済としては新自由主義からの脱却がテーマになります。新自由主義というのは先ほど話した竹中平蔵氏が関わり小泉内閣で進めた小さな政府と呼ばれる、政府がケチケチして財政出動をしないことです。もっと言うと財政出動をせずに福祉公共サービスを少なくして企業などの競争を進めるものです。景気がいい時にはそのアプローチでいいんですが、今の時代にそれをやったら倒産失業が増えて日本経済がボロボロになります。世界的にはトランプ氏が大統領になったことで新自由主義は古いものとなっていますが、ようやく日本でもこの流れになってきたんです。ただその新自由主義の最たる人間たちであるプラさんも環境大臣から外し、竹中平蔵氏、デイビッド・アトキンソン氏、
三浦瑠麗氏が民間議員を務める首相官邸の成長戦略会議を廃止するのはいいことです。ちなみに岸田総裁は年内に数十兆円の補正予算をつけるそうですが、個人的には不安な点もあります。まずは岸田総裁は財務省の役人が親戚に多いので財政出動をちゃんとやれるかが気になります。またあの病気対策にしても世界では反対デモなどが起きているワクチン接種証明を活用しようとしているし、夫婦別姓賛成、日中友好文化交流促進協会の会長代理、広島県日中友好協会の会長でもあるので、しっかり中国と今後対峙できるかが不安材料ではあります。また総裁選の時に森友学園の再調査の話をしたので、そこで足元を救われる可能性もあるんです。こんな岸田内閣の船出ですが、生き残りと勢力拡大を目指した動きがあります。一つは二階前幹事長の衆院選出馬表明です。10月2日に二階前幹事長は衆院選に立候補することを明らかにしましたが、これは参院から衆院に鞍替えしようとしている世耕弘成議員を牽制するものだと思われます。正直このまま二階前幹事長が出馬しないと衆院選後に二階派は他の派閥の草刈り場になる可能性もあります。他にも山口県で衆院への鞍替えをしようとしている林芳正氏と二階派の河村武雄議員の争いや、静岡5区で岸田派の吉川赳議員と二階派特別会員の細野豪志議員の争いもあります。またこれは高市政調会長が次の総理総裁候補に躍り出たことと新自由主義の脱却も影響していると思われますが、10月1日に小池百合子都知事が都民ファーストの会を国政政党ファーストの会にすることをぶち上げました。10月3日にファーストの会は質問に答えられていない微妙な決闘会見を行い、小池知事は衆院選に出馬しないとしましたが、今後の展開次第でファーストの会が自民党と連立を組む可能性が出た場合に、日本初の女性首相を狙う小池知事がしゃしゃり出てくる可能性もあります。岸田総裁が党内人事組閣をすることでこのような動きも出ていますが、ここにも岸田総裁は対応する必要があります。11月に行われるとされる衆院選の準備も進んでいますが、様々な思惑を持った動きが始まっているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。